元気が出る絵手紙、大場康幸です。 YouTube でレーク木工教師さんという方のを拝見して楽しそうでしたので、同じものを作っていました。松ぼっくりとかどんぐりとか枝とかを使ったバイオリン弾き、ちょっとこの博士太郎さん風に1個作ってみました。今日はここに1枚ます。はい、完成です。わっ、楽しそう。ありがとうございます。